るじゃん。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はダイソーさんのルアーロッドとリール、そしてメインラインリピーライン 0.35、 これもねダイソーさんの製品で揃えて、風ルアーを使って風を釣りに行きました。使用しているルアーはバズゼーさんの風クラというのですね。このルアーですね、すごく風が釣れるルアーとなっております。針がですね、怒り針のような感じ、3本ですね、トリプルフックになっております。アユのですね、引っ掛け釣りに使用するような繊細な針になっております。ですので針がかりが良くてですね、とてもおすすめのルアーとなります。一匹ね釣れたんですが、結構ですね、当たりは多いんですよね。なんですが、なかなか針がかりがしないということで、まあ多分巻くのがねちょっと早いのかなって気はします。風はたくさんいるんですね。でついてくるんですけども、やっぱりチョイスするには至らずですね、ついてくるだけっていう、そんなシチュエーションがね、健康サングラスを返して見ることができます。やる気のある多少大きめの個体の数でしたら多分ありがかりすると思うんですが、猫ちゃんですね、猫ちゃんがね風をね釣れるのを待ってるんですよ。そして風をねあげたりしますんで、ここでね待っててくれるんですね。とてもね可愛いです。ねあげたい時に限って釣れたかったりするんですよね。ゆっくり巻きたいところなんですが、やっぱりですね、あんまりゆっくりだとルアーがちゃんと動いてくれなかったりするので、動くか動かないかギリギリのところ、動くギリギリのところの巻き加減が大事だと思います。うまくですねブリブリ動くところの中でも一番遅い部類になるような巻き方で、ただ巻きですね、ただ巻いているだけで釣れます。釣れるとですね、ちょっとこう引っかかったような感じでブルブルっと指先に伝わってくるものがありますので、そのままひるまずにですね丁寧に巻いてくるとバレにくいと思います。ダイソーさんの P ラインが 0.35 っていうのがあるので、こちらをね、チョイスされると、すごくね、相性がいいかなと思います。さあ、出ましたね。まあまあこの時期にしてはですね、まあ標準サイズかなって気がします。で釣れたハゼをですね猫ちゃんにあげます。そうするとね、仲良くかどうか分かりませんけども、まあ、取り合いになっておりましたハゼをね丸ごとね食べるんですよね。あんまり小さいハゼはですねリリースします。
リールは1000番。で、ここまで、上まで持ってきたら、人差し指で取ります。で、ベールを返して、投げます。そしたら、止めます。こうやって止めます。いったら、1、2の3で、ここからまだ。それで投げます。人差し指で飛べます。ハンドルを握って1、2、3、返します。で巻きます。でこんな感じなので、まあ、初めて見たよっていう方はよく練習されるといいと思います。そうすればですね、スプリングリールのトラブルがですね激減すると思います。さあ、どこしくですね決めつれました。今回はですね、この辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画で、バイバーイ。